平野生ユタ神宮寺雄太の絆に涙するニューズウィーク日本版の特集を徹底解剖ニューズウィーク日本版で語られたナンバーアンダーライン愛の戦略と未来への挑戦とは雑誌「ニューズウィーク日本版」を手にした瞬間の感動それはまるで長い旅の果てに待ち受けていた宝物を見つけたような気持ちだった特別編集版を探し求めて本屋をいくつも回ったけれどどこも完売していた それでも諦めずに、ついに手に入れた時の喜びは言葉に尽くせない。そんな思いでページをめくると、そこには心を打つ記事が詰まっていた。何度もくじけそうになったけれど、この雑誌が与えてくれた勇気で再び立ち上がることができた。そして、自分自身に、まだまだやれる、負けないぞという決意を新たにした。この記事を読むために予約もしたが、到着が8日から10日となっていたため、 待ちきれずに電子書籍を購入してしてまった細かく内容を語ることはできないが、とにかく泣けた。平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人が互いにどれだけ必要としているか、そしてその絆の強さを改めて感じた。彼らのインタビューは、暑さやうつうつとした気分も吹き飛ばしてくれるほど素晴らしいもので、思わず感動して涙があふれた。アマゾンで注文した雑誌の到着を何度も確認し、 ついに手にした瞬間、外に出てすぐに読み始めた。心がうるうるしながらも、ドキドキしながら読んだ。彼らの努力と才能を、を前に進む力を感じることができ、心が満たされた。特に、彼らがどれだけの試行錯誤を経て、自分たちのスタイルを築き上げてきたかを知り、その努力に感謝の気持ちが湧いた。この記事を読むと、彼らのインタビューを映像化してほしいと思った。 注文してある雑誌が届くのを待ちながら、朝一番に本屋に駆け込んで購入した。三人の才能と努力は計り知れないもので、そのすべてを見逃したくないと心の底から思った。英訳版の写真も素晴らしく、二冊の雑誌が届くのを待ちきれずに電子版を購入してしまった。この記事を読んで強く感じたのは、これからもずっとナンバーアンダーライン愛を応援し続けるということだ。彼らのことを深く丁寧に取材し、 掲載してくれたことに感謝の気持ちでいいっぱいだマットもないであろう公演でバク転の練習をして、翔さんが頭から落ちたというエピソードは驚きだが、それだけの情熱を持っていることに感動した。三人の言葉には信頼があり、彼らが作り出す音楽が大好きで、応援する毎日が楽しくて仕方ない。ただただ幸せだと感じた。ニューズウィーク日本版の内容は非常に濃く。 今までにない密着取材で本当に泣きそうになった。元ビルボード局長の適切かつ効果的な戦略を取れば、彼らのチャンスは十分にある。米国で強力なチームを結成して長期的な戦略が必要だ、という言葉は、私がずっと感じていたことそのものだった。ナンバーアンダーライン愛の密着取材は、彼らの真摯な姿勢と努力の結晶を見せてくれた。予約した雑誌がまだ手元に届かない中でも、 皆さんの感想を読んでいるだけで、3人のまっすぐな思いが伝わってくるようだった。これからの活躍がますます楽しみだ。まだ2ページしか読めていないが、初めて知る事実ばかりで感動している。彼らの楽曲や MV を聴いたことがある人々にも、ぜひこの思いを届けてほしいと思った。インタビューの内容はあまりにも素晴らしく、読み終えた後には感動で心が満たされた。彼らの写真を見て、 再びその美しさとかっこよさに驚かされた。岸くんと同じように、にはなりたくない、ならせたくない、という思いがあり、供給を受けるだけのオタクとして次の曲が出るのが不安だった。しかし、ボンがヒットして本当に嬉しかった。INZM も頑張るから、19日は有給を取って応援するつもりだ。みんなの感想を読んでいるだけで涙が出てきてしまう。 3人がゴートリリース時にファンの反応が不安だった話を聞いて、彼らがどれほど昔の自分たちの楽曲と存在を愛していたかがよく分かった。離れたファンもいるかもしれないが、最初から深い絆で結ばれているファンは残っているので安心してほしい。新規のファンもいるし、みんなの感想を見て私も待ちきれずに電子版を一気に読んでしまった。彼らの熱い思いに感嘆し、 それを支えてくれる多くのスタッフさんに感謝の気持ちでいっぱいだ。目まぐるしく変わる環境の中でも、変わらない3人の絆に感動した。元屋さんでゲットした雑誌を手にしたとき、3人が好きなことに妥協せず、自分たちの考えを形にして楽しんでいる姿が見えた。それだけ忙しい毎日を送っているだろうから、どうか休める時間も取ってほしいと思った。ニューズウィークで見せてくれた裏側はほんの一部でしかないだろうが、 その軌跡を文字で読むことができたことに感謝している。これは私にとって宝物だ。セブンの到着が待ちきれず、夜中にキンドルを購入した。改めて3人が最高だと再認識した。仕事への向き合い方や仲間との関係性が、大好きで尊い彼らの姿を文字という形で多くの人々に伝えることができることに感動した。3人でいてくれて本当によかったし、 彼らの挑戦にずっとついていくと決めた。三人の覚悟や楽曲だけではわからない部分を知ることができ、非常に強烈な内容だった。三人だからこそ良いのだと思った。これからももっと応援したいし、応援する。彼らの MV が1億回再生されることを願っている。まだ雑誌が届いていないが、今からとても楽しみにしている。ニューズウィークで密着取材してくださっているのは、まさに、 世界に挑戦する日本エンタメとしての姿だ。本当に素晴らしいことだ。まだ未発送りの状態だが、我慢できずに電子版を購入した。ナンバーアンダーライン愛の覚悟と三人の関係性、活動への意欲と i l e s への思いをたっぷり受け取った。これを読んで、私が大丈夫かどうかはわからないが、それほどまでに感動した。彼らの音楽やパフォーマンスを通じて感じることができるのは、 単なるエンターテインメントを超えた人と人との深いつながりだ。それはファンとアーティストの間だけでなく、アーティスト同士の絆や、彼らを支えるスタッフたちとの信頼関係にも及ぶ。そうしたつながりが、彼らの音楽やパフォーマンスに力を与え、ファンの心に響くのだと思う。彼らの音楽やパフォーマンスを通じて感じることができるのは、単なるエンターテインメントを超えた人と人との深いつながりだ。 それはファンとアーティストの間だけでなく、アーティスト同士の絆や、彼らを支えるスタッフたちとの信頼関係にも及ぶ。こうしたつながりが、彼らの音楽やパフォーマンスに力を与え、ファンの心に深く響くのだと思う。ニューズウィーク日本版の特集記事を通じて、ナンバーアンダーライン愛の3人がどれほどの努力をしているかを知ることができた。その努力は、単なる表面的なものではなく、 彼らの全身全霊をかけた挑戦の結果だ。彼らが日々の練習や創作にどれほどの情熱を注いでいるかを知り、改めてその凄さに驚かされた。特に、練習中のバクテンのエピソードや、現場でのさまざまな苦労を乗り越えた話は、彼らのプロフェッショナリズムと献身の象徴だ。また、この記事では彼らがどのようにして自分たちのスタイルを確立し、音楽シーンでの地位を確立してきたかについても触れられていた。 彼らがどのような試行錯誤を重ね、どのようにして独自のスタイルを築いていったのかを知ることで、ファンとしての理解が深まった。彼らが直面してきた困難や苦悩、そしてそれを乗り越えてきた努力が、彼らの音楽やパフォーマンスにどれほどの影響を与えているのかを理解することができた。さらに、ナンバーアンダーライン愛の三人が持つ個々の魅力や、彼らの関係性の深さがよく伝わってきた。 彼らの間に築かれた信頼と絆は、単なるビジネスパートナーシップを超えたものであり、深い友情と協力によって支えられている。記事を読んでいると、彼らの音楽やパフォーマンスがただのエンターテインメントではなく、彼ら自身の人生や経験そのものを反映していることがよくわかる。ナンバーアンダーラインアイの3人が目指す未来は、単に日本国内での成功にとどまらず、世界に向けての挑戦が含まれている。その姿勢は、 まさに、世界に挑戦する日本エンタメの象徴であり、彼らの音楽やパフォーマンスが国境を越えて多くの人々に感動を与えることを目指している。記事に紹介されていた彼らの戦略やビジョンは、非常に壮大であり、これからの活躍に対する期待が一層高まる。特に、ナンバーアンダーライン愛がどのようにしてグローバル市場に進出し、どのようにして世界中のファンを魅了していくのかについての考察は、非常に興味深かった。 彼らがどのような戦略を採用し、どのような挑戦を乗り越えていくのか、その過程を追い続けることができるのは、ファンにとっても大きな楽しみの一つだろう。記事を読み終えた後、改めて彼らの音楽やパフォーマンスに対する感謝の気持ちが湧いてきた。彼らの努力や情熱、そしてそれを支えるスタッフたちの働きかけが、どれほど大切で貴重なものであるかを再認識することができた。そして、 これからも彼らを応援し続けることで、彼らの活動を支え、その成長を見守っていきたいと強く思った。さて、この記事を読んで感じたことや、彼らの挑戦に対する応援の気持ちについて、皆さんはどう思いますか彼らの未来に対する期待や、これからの活動に対する応援のメッセージなどがあれば、ぜひ共有してください。彼らと共に成長し、彼らの挑戦を見守り続けることができるのは、 私たちファンにとっても大きな喜びです最後にナンバーアンダーライン愛の3人がこれからどのような挑戦を続けどのような未来を切り開いていくのかその過程を共に見守っていきたいと思います彼らの音楽やパフォーマンスを通じて私たちにどのような感動や刺激を与えてくれるのかとても楽しみにしていますこの雑誌を通じて彼らの魅力や努力そして未来への展望を垣間見ることができた 彼らの挑戦はまだ始まったばかりであり、これからも多くの困難が待ち受けているだろう。しかし、彼らの絆と努力、そしてファンの応援があれば、どんな壁も乗り越えられると信じている。最後に、この記事を読んで感じたことを皆さんと共有したい。彼らの努力や挑戦に対する応援の気持ちを持ち続けることが、彼らの力となり、さらなる成長を促すのだと思う。彼らの未来を共に見守り、 応援ししていきましょうさて皆さんはこの記事を読んでどんなことを感じましたか彼らの挑戦に対する応援の気持ちやこれからの彼らに期待することなどぜひ教えてください。彼らの未来を共に応援し支えていきましょう。